はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日はですね、こちら実況歴5年俺が好きなゲームトップ5、こちらの視聴者さんからちょっとリクエストをいただきましてですね、面白そうだなと思って、私ちょっと今回ね、マルチラジオ的な感じで、私実況歴今5年になるんですが、私が好きなおすすめのゲームをね、トップ5をちょっと発表していこうかなというふうに思っております。簡単にね、自己紹介っていうか、今回マルチラジオ的な企画なんですけども、自己紹介していきますと、私今だいたいゲーム実況歴5年くらいです。はい、5年前くらいから始めて5年くらいで、普段はねカードゲームやってることが非常に多いんですけども、めちゃくちゃゲーマーっていうわけではないんですが、まあそこそこゲームはやってきました。はい、今1989年生まれなんで、現在31歳なんですけども、そんな、底辺実況者である私が選ぶ好きなゲームっていうのを、今回は発表していこうかなというふうに思っております。まずですね、死ぬほど迷いました今回のランキング作るのに。まず第5位です。第5位はこちら、モンスターハンタートライ。これね、どういうゲームかっていうと、モンスターハンターシリーズで、初めて Wii で出たゲームなんですね。モンスターハンタートライ、結構画質も綺麗で、ネットワークに対応したモンスターハンターなんですよ。要はなんかどっかにいる日本の誰かと一緒に、狩りができるっていう、そういうゲームだったんですよ。でね、これハマったのはですね、私大学生時代の時ですね。大学生の時にゲロハマりしまして、大学時代って、大体人生の夏休みって言われてるじゃないですか。で、私もご多分に漏れずね、大学生活は人生の夏休み感がすごかったんで、大学なんてろくに行かずに、ひたすらゲームと麻雀してたみたいな感じのゴミ大学生だったんですけども、毎日グーテラな、ね、生活を送っていたんですけども、これね、エピソードが1個ありましてね、このゲームにハマったエピソードが、これネットワーク対応してるんで、日本中の誰かと遊べるわけですよ。でいつもね深夜ね2時くらいにからやってたんだけど、深夜2時になるとなんかその友達がいてさ、インターネット上にルカちゃんっていうね、女性キャラクターを使っている女の子がいて、でそのルカちゃんと毎日なんかその夜な、ね、深夜2時くらいから、あこれやろうぜあれやろうぜ つってハンティングしたわけですよ。で僕はもちろんその時はゲームそんなに詳しくなかったんで、ネットワークゲーム初めてっていうのもあって、なんか女性キャラ使ってるからね、なんかすごい可愛かったんですよ。ルカちゃんが格好もそうだし、ネットワーク上の話ですよ、ゲーム上の話、可愛かったし、なんかその口調もなんか結構ね、いい感じで割と仲良くやってたんですよ。なんですけど、ある日、友達が俺の家に遊びに来て、リアルの友達が遊びに来て、でモンスターハンタートライやってて、お前何やってると、俺今ちょっと女の子と彼してるからみたいなこと言ってたんですけども、その友達が言うわけですよ。女の子なわけねえだろと、女の子なわけねえと、女性キャラクター使ってるだけで男だろどう考えてもって言われたんですよ。で俺はネットワークゲーム初めてだったんで、女の子だと信じ込んでやってたんですね。で俺はそんなわけねえと、ちょ今から聞くわっつって、ちょルカちゃんにね、一応聞くんですけど、女の子ですよねって、女の子ですか男の子ですかって聞いたんですよ。そしたらね、ルカちゃんがこう答えたわけですよ。リュウ、分かってると思うけど私男だよって返ってきたんですよね。絶望したね、その時に。俺は可愛い女の子と夜な夜なゲームしてるっていうなんか自分に酔ってたんですけども、実はゴリゴリのおっさんやったっていう。ここでネットワークゲームっていうのがどういうゲームかっていうのを思い知らされました。そういう思い出があります。何のゲームの思い出もない、それだけがインパクト残っているこのゲームは、はい、というね、モンハントライをネットを通して一緒に買っていた女の子だと思っていたやつが男だったっていう話でした。続きまして第4位ですね。第4位はこちら、ヒットマン。これはね、実況を始めてハマったゲームっていうよりも昔からやってて、で実況動画にもしてるみたいな感じのゲームなんですけど、発売多分結構割と
最近じゃ最近かな、2016年のその辺か。あのねこれねどういうゲームかっていうと、まあ、ヒットマン要は暗殺者になって、で誰にも気づかれないようにターゲットを殺害するっていう、ターゲット暗殺してミッションをクリアするっていうゲームなんですよ。で、まあ、普通はその誰にも見つからないようにターゲットを暗殺して殺していくっていう、まあ、風に楽しむんだけど、みんなね、私はどうしても普通の楽しみ方ができない人間でございまして、とにかくですねサイコパスになりたかったんですよこのゲームやってる時、まあ、要するにあのターゲット以外のなんか一般人とかもガンガン殺していくみたいな、うん、なんか大量殺戮兵器みたいにな遊び方をしたくて、でその辺の一般人をめっちゃぶっ殺したんですねこのゲーム。で私このヒットマンで伝説の動画がありまして、その私の暗殺シーンをまとめた暗殺シーンまとめヒットマンの動画があるんですよ。この動画あまりにもサイコパスすぎて、なんと現在高評価と低評価の割合1169対1126っていうどういうことっていう割合になっております。現在こんな動画あります、まあ、そこそこ再生はしてくれてるんですよ。みんな1169対1126っていうこと意味わからん比率になってるんですよ。これやばいですよね。このね伝説の動画、まあ、未だに超える動画私生み出せておりませんので、まあ、この動画超えることを今目標に頑張っております毎日。さあそして第3位ですね、第3位はこちら、遊戯王デュエルモンスターズ5エキスパート1。ご存知ですかこの皆さん、ご存知ですか、発売年は2001年、ゲームボーイアドバンスから出たゲームなんですけど、これ俺まだ持ってるんですよ。小学6年生から中学校1年生くらいかな、多分僕がそのぐらいの時にハマりましたこのゲームは。実はね僕の中では遊戯王って言えばこのゲームなんですよ。このゲームね、まあ、何が最強モンスターかっていうと、このゲームの最強モンスターね、デビルフランケンなんですよ。これね、敵キャラクターで、海馬が使ってくる、コンボがあってね、ライフポイント8000なんですけど、デビルフランケンを召喚して、で、ライフコスト5000払って、アルティメットドラゴン出してくるんですよ。ブルーアイズアルティメットドラゴン出してきて、で、アルティメットに巨大化を装備して、で、なんか急戦にして殴ってくるっていうコンボがあるんですけど、これがすげえ強えの。これもちろんね、相手だけじゃなくて CPU だけじゃなくて、こっちも自分がプレイヤーも使えるんですよそのコンボ。だから俺の使ってたデッキはデビフラアルティメット巨大化サンダーボルトハーピーコンボなんだけど、要はサンダーボルトを撃つで相手の、まあ、モンスターを全部ぶっ破する、でハーピーの羽暴起で相手の魔法トラップ全部ぶっ破すると、まあ、要は、盤面を全部お掃除すると。で、その後にデビルフランケン出して、で、ライフポイント5000払って、アルティメットドラゴン出して、で、巨大化つけて、で、9000になって打点が、で、バーンってパンチしてワンキルして、俺つえーってするっていう。CPU 相手にね、このクソコンボをね、無限に決めていました。その思い出しかない。うん。もちろんね、友達なんていなかったよ。友達なんていなかった、俺は。友達なんていない。俺、ゲームボーイアドバンスが友達だから、俺は。ゲームボーイアドバンスだと申し上げたから、遊戯王デュエルモンスターズ、5エキスパート1の会話を会話相手にデビフランケンでワンキルするっていうゲームを毎日している。これが唯一の楽しみ。そして第2位ですね。第2位はね、これ実況始めてから出会ったこのゲーム、デトロイトビカムヒューマン PS4 のゲームですね。こちらね、まあ、発売年2018年とかだったかな、すげえ新しいんですけど、これねマジで神ゲーだから本当にやってほしい。マジで神ゲー、これは絶対やった方がいい。これどういうね世界観かっていうと、2038年の世界線なんですよ。で、アンドロイドと人間が共存しているっていう、そういう街でございまして、選択肢が毎回毎回その提示されるんですよ。例えばこれ主人公今女の子カーラって言うんですけど、カーラがそのなんかその女の子を助けるか助けないかとか、あと例えばこの左側のおっさんマーカスって言うんだけど、マーカスがその敵を撃つか撃たないかみたいなのとかね、なんかねものすごいね選択肢がいっぱい出てきて、その選択肢一つ一つを選んでいくことによって物語がどんどん
分岐していくんですよ。つまりエンディングとか展開が変わるんですよ、選択肢で。これマジで神ゲーで、つまり何が言いたいかっていうと、一回遊んだだけでは物足りない、何回も何回も繰り返しやりたくなるゲームってことなんですよ。これすげえ攻略要素高くて、要は例えばなんかその、まあ、要は ABC っていう人間がいたら ABC 全員を生存させるのがかなり難しいんですよ。 A を守ることはできても、今度この世界線 B が死んでるとかで、今度 C は死んでるけど B と A が生きてるとか、なんかいろいろあるんですよ。これがねマジで神ゲーで、自分のなんか選択によってどんどん未来を作っていくみたいなのがかなり楽しいので、ぜひねそういうゲームが好きな方は遊んでいただきたい、そんな風に思ってます。で、途中で出てくるなんかハンクっていうおっさんがいるんですよ。ハンクっていうおっさん、これねハンクがね、あのねなんかね好きになっちゃうんですよね、ハンクのことが。おっさんですよ、加齢臭臭そうなおっさんのことがなんかすげえ好きになってしまうっていう、なんか謎のゲームです。ボーイズラブのホモーっていうゲームにさえなってるような、まあそんなイメージですね。マジでこのゲームに関しては実況動画ちなみに出してるんで、こちらもよかったらご覧いただきたいんですが、マジで面白いんで、はい、ぜひやったことない方は今すぐに買ってやることをお勧めする、これに関してはね。で、栄えあるね第1位に輝いたゲームはこちら、ワンピースグランドバトル。死ぬほどやってたこのゲームに関しては。実況動画を出してるんで、よかったらご覧いただきたい。2本くらい出してるかな。あのね、2001年くらいの発売なんですよ。まあ僕が小学校多分6年生、5、6年生とかかな。死ぬほどやってました、このゲームは。これ小学校の時にハマったんだよね、このゲーム。学校終わり、友達の家行って、ちなみに、家があんまりそのゲームとかやってんと勉強せえみたいな感じの風潮だったんで、あんまりゲームやれなかったんで、基本的に友達の家に放課後ね寄ってグランドバトル死ぬほどやってから家帰るみたいな感じの生活をしてました、毎日ね。で、まあもちろんね小学校の時もハマったんだけど、これね大学生、まあ要は大きくなって、中学校高校はまあ割と勉強と部活ばっかりしてたからあんまりゲームしてないんだけども、大学になって人生の夏休みを謳歌してる時にワンピースグランドバトルをね見つけたんですよ、ブックオフで。ブックオフに売ってて、これで、あまりにも懐かしくてそこでね、まあ、衝動買いしたんですよね、グランドバトルと、プレイステーションを衝動買いして、で大学生の時にまたハマるっていう。友達と一緒にね無限にやってたこのゲーム、結構賭けグランドバトルみたいな感じで、例えばね友達と一緒にやるときに、お前このゲーム負けたら今日の飯おごりなみたいな、かなり白熱のね、かなり白熱のワンピースグランドバトルを繰り広げていました。20過ぎたいい大人がね。いやほんとね、このゲームねオフラインでしかできないんで、オンラインができないんですよ。オンラインできたら神だったなと思いますね。ということで、まあ1位グランドバトルなんだけど、できればね僕はこう思ってます、グランドバトル視聴者とできたらなぁ理由を、ということで、はい、以上です。私がハマったゲームトップ5の発表でした。グランドバトルはよかったら実況動画見てください、面白さは伝わると思う。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。